ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。今回は梅雨の不調に耳マッサージということで、ウェザーニュースっていうネットニュースで記事がありまして、概要欄にリンクを貼りますけれども、それをもとに作成いたしました。今日も雨が降ってるんですけれども、梅雨に入りまして、お体の不調を感じている方も多いかと思います。男性の4割弱の方が梅雨時に不調を感じやすいと。で、女性に関しては半分以上の方が梅雨の時には不調を感じやすいというふうに答えているそうです。で、その割合としまして、最も多いのが頭痛や片頭痛、頭が痛くなってしまうっていう方が多いんですけれども、その他にもですね、腰痛ですとか食欲不振ですとか、うつですとか、喘息、リウマチ、むくみ、めまい、座骨神経痛といったですね、いわゆる持病ですね、持病が悪化するっていう風なケースが目立つということなんですね。梅雨時は胃腸を悪くし、そういったジメジメしていることもあるんですけれども、冷えたりですとかね、温度が蒸し暑くなったり、いろんな気象条件が良くないために不調が起こりやすいと。で、こういった梅雨時期の体調不良は典型的な気象病と言えるそうなんですね。気象病というものに対してどう対処するのがいいかっていうのが耳マッサージになるんですけど、理由としまして、この耳の鼓膜の奥にある内耳が、気圧の変化を感じるセンサーになっていて、内耳が敏感に反応しすぎると脳に過剰な情報が伝わってしまって、自律神経の乱れ、そこからいろいろな変調不調が出てくるというふうに考えられるということで、でそれを改善するのが、内耳の血流を良くする耳マッサージですっていうことなんですね。で、この耳マッサージに関しては、そういった気象病に特に詳しいっていう、お医者さんが、医師が考案されたものだということで紹介されていました。で、まず1番ですね、親指と人差し指で耳を軽くつまみまして、まず上を上方向へ引っ張ります。5秒間、1、2、3、4、5、横、今度は真ん中あたりを持って横に5秒、1、2、3、4、5で、下を持って下に1、2、3、4、5、耳の上部、耳の中央部分を横方向で、耳たぶを持って下方向に1、2、3、4、5と5秒ずつ両耳を引っ張ります。2番目ですね、今度はその耳を真ん中を持ちまして、耳を横に引っ張りながら、軽く引っ張りながら後ろ方向に向かってということですね。後ろ方向に5回ゆっくり回します。1、2、3、4、5と5回回します。で、3番ですね、今度は耳を包むように折り曲げます。の折り曲げた状態を5秒キープします。包み込む感じですね。風にして1、2、3、4、5、はい、という風にします。これ耳が硬くなってる人は、冷えてる人は痛いと思いますけれども、無理のない範囲で丸めるような感じにして5秒と思ってください。次、最後4番ですね、今度は手のひらで耳全体を覆いまして、で、これもまた後ろ方向に向かってゆっくり5回こう包んだというか覆った状態にしておいて、1、2、3、4、5と、円を描くようにゆっくり回すということですね。で、以上になりますね。
これを朝晩1回ずつ行うということでした。で、一通りやってみてやっぱりすごく耳がポカポカしてるような感じありますね。この耳マッサージに関してはおそらくなんですけど目安なんですね。もしちょっと1回多くやっちゃったとか、朝晩に2回なのに1回しかやらなかったとかいうことがあったからといって、まあ、すごく悪くなるとか多くやったからすごく良くなるとかっていうことでもないと思います。梅雨の不調に当てはまるっていう方はお試しになってみてはいかがでしょうか。注意点としましては強くやりすぎないとか長くやりすぎないっていうふうに気をつけてみてください。耳マッサージ自体には必ずこうしてくださいっていう決まったものがありませんので軽い、まあ、その手軽に、揉んだり引っ張ったりっていうことで触っていただいて大丈夫です。はい、特にね何かその皮膚の問題があるとか医師から言われているようなことがあるとかっていうことでなければ耳にはたくさんのツボがありますしリフレックスゾーンでもありますので様々な健康美容効果が期待できるんですね。小顔になるとか目が良くなるとか免疫力が上がるとか自律神経が整うとか化粧病に限らず、こうやっぱりお顔の美肌効果ですとかむくみが取れるですとか本当に、まあ、肩こり腰痛なんかもはじめいろんな不調に対して効果的とされている手軽な健康法が耳マッサージですのでこちらのね化粧病に当てはまらないなっていう方でもですね手軽にやってみて痛いなとかあるようだったら、少しねほぐれてくるように やっていただくとすっきりしたような感覚が出たりですとかちょっと顔色が良くなったりですとかそういう形で効果が出るかと思いますのでやってみてください。以前にも私は耳マッサージの動画を上げたことありましてそれも概要欄に一緒に載せておきます。よかったら合わせてやってみるですとか参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。 See you